カニンガムはアメリカ海軍のミサイル駆逐艦。チャールズ・カイ・アダムズ級ミサイル駆逐艦の16番艦。艦名はグスタブス・カニンガム大佐にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。カニンガムは1961年5月1日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港する。1962年5月19日にカール・アルバート夫人によって命名。 浸水し、1963年6月13日に、艦長エドウィン・ピース・ミス中佐の指揮下襲撃した。ガスボートの愛称で呼ばれたカニンガムは、海軍の中で煙突に、白爪草を描いた2隻の軍艦のうちの1隻であった。27年に及んだ現役活動の中で、カニンガムはそのモットー、レディー・ツー・サーブに応えた。冷戦期の NATO の海上戦力として、 平和維持と危機対応に大きく貢献した。カニンガムは地中海に15回、ペルシャ湾に3回、北ヨーロッパに7回、カリブ海に11回展開した。1964年及び74年のキプロス危機では奮戦し、1970年にはヨルダンのアンマンから避難するアメリカ人の登場機を支援した。1973年には、 第四次中東戦争での作戦活動に参加し、1976年にはレバノンのベイルートから避難するアメリカ人の支援を行った。また、1979年には国会でフリーダム・オブ・ナビゲーション作戦に参加した。1980年代、カニンガムはアメリカ合衆国の外交政策に対する支援を続け、1982年には リビア沖での艦砲射撃による地上部隊支援の功績で海軍遠征メダルを受賞した。1983年にはベルートでも同様の活動に従事し、同年ニカラグアでは沖合で海上交通をモニターした。グレナダ進行時には空母アメリカの戦闘グループに加わり海上支援を行う。1986年カリブ海に展開中かニンガムは 麻薬密輸船を4度打破し、沿岸警備隊部隊空港部隊メダルを受賞した。1987年には、イラン・イラク戦争中に、ペルシャ湾を通過するアメリカの商船を護衛し、その後イラク軍のミラージュ海一による、エグゾセミサイルを被弾した、スタークの支援任務を担当した。この任務の功績でカニンガムは、海軍主君部隊賞を受賞している。1988年、 カニンガムは、ノルウェーのフィヨルド及び北ヨーロッパに展開した。15回目の地中海配備を完了し、1989年には、ルーズベルト戦闘グループの一部として、戦闘効率賞を受賞した。1990年5月8日、バージニア沖での配備前訓練中にカニンガムは、火災を生じた。燃料油が燃え、全部機から、艦の上部構造炎し、 上院は、艦の全部及び後部に孤立した。沈下のための、あらゆる手段が講じられた。この火災で、エーポープゴードン・ジュニア、少佐が死亡し、18名の水兵が負傷した。そのうちの何名かは消火作業中に重傷を負った、ものであった。カニンガムは1990年10月20日に、退役し、1991年5月31日に、除籍。 1994年4月15日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。